奈良方面駅舎小淵駅は奈良県奈良市綾目池南2丁目にある近畿日本鉄道奈良線の駅。近鉄が前身の大阪電気軌道の頃から開発してきた綾目池に開設された駅で綾目池遊園地並びに大阪日本歌劇団の劇場のアクセス駅としても利用された。駅番号は A21。かつては 近鉄自身も遊園地に合わせて駅名をあやめ池と表記することが多かったが、2004年に全線で正式な駅名表記に改めてからは、勝負地と書かれるようになった。なお、奈良北町には勝負池町という地名があるが、こちらは勝負池町と読み、当駅とは関係がない。当駅前はあやめ池北南という町名である。 1923年9月9日開業。近鉄によるあやめ池の開発は、前身の大阪電気軌動時代に遡り、乗客の誘致を図るため大阪から芸者を迎え、この地に住まわせ、茶屋等を開かせたことが、始まりとされる。いわば近鉄の沿線開発のルーツとも、呼べるであろう場所である。その後1926年6月11日には、当地に、 あやめ池遊園地が開園。1950年から大阪小畜歌劇団が、あやめ池での公演を始めると1967年からは、劇場を併設し、あやめ池遊園地を道劇団の本拠地とした。当時関西では、宝塚市に匹敵する規模の行楽地として、関西一円から利用客を集め、大正年間から昭和中期まで当地に人が絶える。 ことはないとまで言われた。しかしそれ以後、多くの人々の行楽場所として親しまれてきた、あやめ池は、昭和後期頃から、設備投資に、目新しさが薄れ、さらに劇団経営の不思議や近鉄の、業績悪化により2003年に、劇団は、解散、ついで巨大、テーマパークの台頭で、利用客数の回復が見込めない等の理由で、2004年6月に、 遊園地は78年の歴史に幕を閉じた。同年、同じく近鉄の文化事業で、上本町ターミナル各事業の一つであった、近鉄劇場も閉鎖されている。なお、遊園地跡には2010年4月に近畿大学附属幼稚園、小学校が移転され、2010年4月6日から開校日には、奈良駅快速急行が臨時停車している。 相対式2面2線のホームを持つ地上駅。改札は上下線で分離されており、校内踏切等の連絡線はない。また、傾斜面上に駅があるため、一番ホーム側改札口とホームへは段差がある。大和最大寺駅管理の友人駅で、ピタパー以降下対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。 2004年6月までは遊園地の利便性を図るため一部のシーズンを除いた土休日の朝から夕方の時間に快速急行と急行を臨時停車させていた。これは1972年以前の無料特急時代から行われていた。近年の1日あたりの乗降、乗車人員は下記の通り。近畿大学附属幼稚園、小学校行き南側の道路は 非常に狭く、駅北側の道路は、近鉄の始動である。昭和の初め頃までは、秋になると、駅周辺で松茸狩りが行われた。駅南口に、あやめ池駅バス停がある。こちらは、ひらがなが正式な表記とされている。近畿日本鉄道100年の歩み97ページ。AB、近畿日本鉄道100年の歩み499から500ページ。 近畿日本鉄道100年の歩み513ページ近畿日本鉄道100年の歩み558から559ページダイヤ変更についてのお知らせ近畿日本鉄道2010年2月10日 AB 近畿日本鉄道100年の歩み681ページ ABC ソネサトル週刊歴史でめぐる鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道に 朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、11から13ページ。ISBN 978から4から02から34133から4。近畿日本鉄道100年の歩み883ページ。平成19年4月1日から、近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 http://www.kintetsu.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r d 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月2日閲覧 ?ab 駅の情報、勝負地、近畿日本鉄道、2021年2月19日閲覧。 駅物情報人員奈良線近畿日本鉄道奈良県統計年間奈良市統計所統計奈良。ありがとうございます。